できた。こんな感じの影が見えたんだってばさ。志野先生はこの時操られるみたいな感じって言ってたよな。ああ。ってことはさ、操ったやつがいるってことか。うん。だけどそれなら操られた方の記憶が残っているのは不自然だし、大体操るなら何か目的があるはずだろ。目的。今のところ人が暴れるだけだもんな。となると病気の線を疑いたくなるわ。だとしたらお前だけが見えるってのもなんか腑に落ちねえんだよな。まったく、ボルトたちのせいで時間の無駄しちゃったじゃない。でも何か急用があったのかも。騙されちゃダメ。絶対掃除サボりたかっただけに決まってんだから。まあダメンズなんてどうでもいいから、スイーツ行こうよ。世界中のスイーツがあっしらを待ってんのよ。おー、院長どうしたの。今何か視線を感じて。誰もいないじゃん。そうだね、ごめん。明らかにやつれてるっしょ。そうかな。あれから毎日だもんね。あのストーカーまだ続いてるの。視線は感じるのに見つけられないんだ。不安で食べ物も喉を通らないってな。ストーカーってネチネチしててやだわ。納豆みたいで嫌。きっとあちしを放ってはおかない。ムカついてきた。今度こそとっ捕まえてやるんだから。またあの事件かな。いや、何でもかんでも関係してるわけねえだろ。嫌なっちゃう。あちしとしたことがポテチを切らすなんて。喉も通らないんじゃなかったっけ。ポテチポテチ。なんでそんなの買うかな。だってこいつはハズレだと分かっていても新商品として勝負に出てんのよ。売れ残ってスルーされ続けてずっと棚の片隅にあったの。だったらあっちは正々堂々と受けて立たなきゃじゃん。そうだね。今日も出てくる。
ネス系のやつってこういう人気のない場所を好んで現れんのよ。来たわね、部分バイパの術。なんだ今の声。この近くだってばさ。あいつ、あんな気弱そうなやつに何を。おい、暴力はやめろってばさ。で、こいつが前から言ってたやつか。そうよ。ん、そういやあんたって知ってんのか。確か隣のクラスのマギレってやつよ。イケメンが少ないアカデミーの中ではまあまあ上位に食い込む顔よね。本当につきまとってたなんて。ボルト、まさかあいつ。いや、何も見えねえ。こいつから変な感じはしないってばさ。そうか。でもだからって放っておくわけにはいかねえよな。うん。おい、なんでこんなことしたんだ。お前本当に蝶々のストーカーなのか。黙ってないでなんとか言えってばさ。だんまりかよ。しかしお前、蝶々につきまとうとか本当物好きだな。やっ、あっしにつきまといたくなる気持ちは痛いほどわかるけど、ごめんね。あっしとあんたじゃマカロンと納豆全然すり合わない。僕が見てたのはスミレさんだ。しまった。委員長ってことはこいつが好きなのは。から情報を引き出す作戦、見事成功だったわ。嘘つけよ。しかしよ、お前マジでやりすぎだぞ。だって仕方ないじゃないか。僕はどうしてもスミレさんと同じ空気を吸っていたかったんだ。マジかよ。じゃあもういいかな。そろそろ僕はこれで。言い訳ねえだろ。あんた、チャンスかもよ。とりあえず、今告っちゃいな。お前、何って。今ここで告白したら、今回の件は許してあげるし、もしかしたら。マジか、こう来るのか。ずっと好きでした。付き合ってください。本当に告った。ごめんなさい。そして振られた。なんだよ、やれって言うからやったのに。これなら隠れたままの方が良かった。ま、こうなることは分かってた。分かってたのかよ。なんて残酷なやつなんだ。ほら、これでも食べて元気だしな。何でも一度は勝負してみないと分かんないっしょ。で、次はどうするかってこと。言ってる意味わかる？なんだよ、バカにして！マキッツラの発明。これがわかんないなんてダメなやつ。あんま！いや、わかんねえだろ。行こう行こう。あいつ、大丈夫か？昨日のやつどうなった？あっちに聞かないでくれる？委員長、モテモテらしいね。はわわ、なんでもう知ってるの？涙、どうしたの？黒板に。
誰だこんないたずらするのは。みんなはデッサンの続きをしろ。なんだってばさ。あいつ、ボルト、例の彼、今日は来てないみたいだよ。え？誰も見てないらしい。んなバカな、あっちの勘に間違いないんだから。なんだ、うひぇ、やっぱりあいつの仕業以外ねえな。そうに決まってるけど、どうやってこんなことを。どこに嫌がるんだ。なーに、委員長一人にしなきゃ大丈夫だって。なんだ、はあ、あいつマジね。大丈夫か。くそ、かなり頑丈だね。ここにいたらヤバいかも。行くっしょ。お前ら待て。なら見つからないかな。超走ったし大丈夫っしょ。くれるかな。やっと二人きりになれたんだから。あら、あの影だ。昨日は違うって言ってたじゃねえか。わかんねえけど今はそうなんだ。あいつ暴れるかもしんねえ。この納豆野郎、メッタメタの引き割りにしてやっからね。スミレ、こんな奴らすぐに排除してあげるからね。おめえ！サンキュー、サラダ！あんた！おい、どうする？気絶させるしかないってばさ！おい！はあ？俺たちが相手だ！ボルト君。さあ、今回はどうするの？ボルト。委員長から離れろ！うるさい。うるさい。うるさい。うるさい！僕とスミレの邪魔をするな！確認を申す。聞いた！そうか。この忍術で黒板に字を書いたりしていたのか。僕のことが見えるのはスミレだけなんだ。うっ！お前たちに言えるわけがないんだ。どこだ？どうした？考えなしに行くから。
モルト、今作戦を。影の薄い僕を誰も見てくれなかった。でもスミエだけはそんな僕に優しく声をかけてくれたんだ。くそ、おい。本当にこれで委員長のハートがつかめると思ってんの？おい、危ねえってばさ！こそこそ隠れてこんなことしたって、レディーは振り向かないっての！このまずいポテチだって棚にずっと並んでいるから、あちしに手に取ってもらえた。え？ポテチ？なのに、あんたは姿を隠して、今は棚に並んですらない。このポテチだって勝負に出てんのに！あんたは恋愛の勝負棚から降りた！勝負しただろ！でもダメだった。だったらもう、棚に並ぶ必要ないだろう！今までだって誰も僕を見てくれなかった。いや違うね。見てるよ。隠せてないもの。弱くて情けない男だって。そんな男に誰が声かけるかっての。だったらどうすれば。あんたの隠れる術は何のためにあんの？それ磨いて勝負し続けて。逆に見られる男になっちゃいな。強くて頼れる男にさ。でも一度は勝負してみないと分かんないっしょ。あとは次どうするかってこと。あんたせっかく顔はそこそこイケてんだから、もっといい男になってあちしのところに帰ってきな。町長のところ。うむじゃねえよ。危うく刺されるとこだったぞ。はあ、ポテチ分け合えばみんな友。常識っしょ。消えていく。僕はなんてこと。どうなってんだこりゃ。おいボルト、これは気絶させなくても戻ったのか。ああ、消えちまった。あの、本当にごめんなさい。ううん、大丈夫だよ。本当にすみませんでした。スミレさんの前では僕はもう絶対隠れたりしません。うんうん。あ、大丈夫か？どうしたんだこいつ。保健室に運んだ方が良くない？そうだな。ボルト君？ボルト君、どうしたの？あ、いや、なんでもねえってばさ。さあ、帰ろう。今回はこんなもんかな。なんであいつ元に戻ったんだ？精神に影響を受けることでも元に戻るってことなのかもな。あ、そういや電気の時も。それにしてもなんであんなけっそりと。チャクラが急激に減った状態と似ていたね。チャクラ？でもあいつ
大した術は使ってねえよな。なあ、チャクラってこうふわーって化け物みたいに見えることってあんのかな。化け物、うん、はっ、ちょっと待て。なチャクラなのかわかんねえけど、こんな感じに化け物が見えたんだよ。すごいものが見えてるんだね。とにかくそんなの聞いたこともねえが、今までの事件チャクラも関係してるのか。チャクラが失われている。ここ最近何人か病院に運ばれてきたそうだ。病気かまたは人為的なものかは不明だが、この報告は見過ごせない。チャクラが狙われてんのか。その可能性も含めて調査を進めるよう手配しておいた。やっぱりボルトには見えているみたいだね。うん、そうだよ。確かに彼は化け物って言っていた。わかった、このまま続けるよ。でもなんでボルトにだけ見えるのかな。したんだ、何かあったのか。それがボルトの様子が。おお、俺は世界の運命を背負ってしまった。真珠色のナイトメアが俺に運命を告げた。この偽りを砕く目、白眼から逃れられる者はいない。次回ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ夢のお告げ。お兄ちゃんが、お兄ちゃんが